それでは計算基礎学1の第12回の授業を始めます。まず前回の授業のまとめです。前回は時間計算量の解析ということで、その中国重要参法のその計算量の見積もりを目標に行いました。でそのために、割り算とですね、それからユークリッドの誤助法の計算量の見積もりを行いまして、それを踏まえて中国重要参法の計算量の見積もりを行いました。で今回の内容ですけれども、その拡張ユークリッド誤助法の応用としまして、有理数の再構成というのを扱います。とテキストでは第 4.12 節を見てください。ということで、その有理数の再構成に入りたいと思います。テキストでは70ページからです。で今日の前半の話ではですね、有理数を常用化に埋め込んで計算するという、計算について紹介したいと思います。でここではこのような分数のですね、計算を題材に扱います。非常に単純な例ではありますけれども、これをですね、その整数と割り算だけでどういうふうに計算するかということをこれから紹介したいと思います。でその実際にどういうことをやるかというとですね、その先ほどありましたように t 分の r という有理数をですね、その、z オーバー pz という、常用感ですね、でここで表現するということを考えます。でここで p は十分大きな素数とします。で p は素数ですので、この常用感の元A っていうのは情報の逆元を持つわけですね。言い方を変えると P は素数ですので、A と P は P が十分大きな素数ですから、 A と P は互いに素であるということを仮定をしまして、でそうしますと、この A の逆元、あごめんなさい、その T の逆元ですね、この分母のもともと与えられた有理数t 分の r の分母の t に対して、その p を法とする情報の逆元がこう存在するはずです。で、そこで、その t 分の r というのをこの常用感ではどう表すかというと、この分子の r に分母の t の逆元をかけた形ですね。こうすると、これ常用感の元になりますから、こういう形でこう表すと。で、実質的にはこの t の逆数というのも、これ常用感では整数として代表現、整数として表せますから、この r×t の逆数が整数としてこの常用感の中で表現されて計算が行われるということになります。で、その分母 t のですね、逆数の計算なんですけれども、これは以前この授業で紹介しました、その p を法とする方逆元の計算に帰着されることになります。では実際にこの例ですね、5分の2プラス3分の1イコール65分の11という計算にこの方法を適用してみたいと思います。まず最初に行うことはその素数 p の選定でして、この t 分の r に対して今想定している計算はこの分子が15未満と、それから分母が16未満ということにして、この分子のかける、あそうか、分子の上階と分母の上階の2倍ですね。でこれが480なんですけれども、480を超えるような素数 P を選ぶことにします。で480を超える素数であれば何でもいいんですけれども、とりあえずその中で割と小さなものとして487を P とに選びます。でまずこの足し算に現れましたその5分の2ですね、5分の2をこの z オーバー 487z という常用感に埋め込むということを計算を行います。でそこでまずやることはこの5分の1ですね、5分の1がこの常用感でどう表されるかということで、その487を法とする5の逆元を計算、情報の逆元をですね、
計算するということで、それは487と5から拡張ユークリッドの誤助法で求めることができます。で、まあ、例によって拡張ユークリッドの誤助法ですので、487と1と0の組み合わせ、それから5と0の1と1の組み合わせを作って、で、こう、拡張ユークリッドの誤助法をどんどん進めていくと。でそうしますと、この関係式からですね、その、195っていうのが、その487を法とする5の役員であることが分かりますので、これを使って5分の2を表すわけですね。5分の2をこの乗用感で表すと 2×195 ということで390としてこの乗用感に埋め込みます。で次は3分の1をですね、同じように乗用感に埋め込む計算を行うわけですけれども、これもその487と3からですね、拡張ユークリッドの誤助法を行って487を法とする3の逆円を計算していきます。でこう計算しますとマイナス162というのが、まあ、3の乗法の逆円というふうに出てきますので、一応この逆円ですが正の値にしておくことにします。マイナス162という逆円は実際にはこのマイナス487を法としてマイナス162という合同な弦が全部この逆弦になりますので、だからマイナス162プラス487の定数倍もまあこの同じ逆弦なんですね。そこでマイナス162に487を加えた325ですね。325を3の逆弦として扱うということにします。で今表したい数は3分の1ですので、分子は1です。そこですので、3分の1はもう直接これ325という弦で表されます。で、あとその次のステップとして、この5分の2とですね、3分の1をその Z オーバー 487Z でに埋め込んだこの2つの数の和を計算するわけですね。そうしますと、390プラス325で715になりますが、487で割った乗用を取りますと、これは228というふうに出てきます。で、まあ、これで一応計算、その分数に当たる数の計算は、結果は出たということなんですね。で、まあ、次の確認する点としましては、まず、その t 分の r として、この487を法としてこの r×t の逆数が228と合同になるようなこういう r と t が存在するかということがまず問題になりまして、で次に、まあ気になるのはもしこういう形の関係式を満たす R と T が存在する場合に、それは元のその有理数での15分の11に対応しているかということが、まあ、気になるわけです。で、ちょっとそこで確認してみるために、とりあえず、その拡張ユークリッド誤助法でですね、15分の11をこの乗用感に埋め込んでみることにしたいと思います。で、15分の11ですので、分母が15ですから、ここではその487を法とする、まあ、15の逆円を計算するわけですね。でこれを487と15から拡張ユークリッド誤助法で、まあ、計算しておきますと、まず15の逆数は65と出てきました。ですので、15分の11というのはこの乗用感では 11×65 と表されて、これが715になりまして、でこれを487で割った乗用が228ということになります。ので、まあ、とりあえず先ほどの計算結果とは一致しているということが言えます。で、さらに、その、487とですね、その、228がからですね、こう計算して、からですね、この拡張ユークリッドの誤助法で計算をしていきますと、まあ、こういう形でこう乗用が得られるんですけれども、この乗用が15以下になった段階で計算を終了してみます と、この時の、その合同式を見ますとですね、
これが、まあ、11イコールのマイナス 7×487 プラス 228×15 ということで、これは合同式、487を法とする合同式で表しますと、11が 15×228 と487を法として合同であるということを意味しています。でこのことはからですね、その分子を11、分母を15と置くことで、この、まあ、有理数での15分の11が復元可能であるということが分かります。まあ、このような形でその有理数を乗用感に埋め込む計算というのが行われることがあります。で、まあ、この計算の例ではですね、非常に桁数も小さい数でしたので、まあ、このぐらいの規模ですと有理数演算を普通にやった方が早いんですけれども、ここで想定されている有理数演算、このアルゴリズムを使うことが想定されている有理数演算というのは大体、そうですね、大体分母分子が例えば10桁とかですね、数十桁クラスの有理数を扱う場合ですね、こういう場合にはその有理数の演算が非常に効率的に時間がかかりますので、こういった形でその乗用感に埋め込んで整数として計算を行って、でその計算後にその元の有理数を復元するということが行われております。ここまでこの有理数を乗用感に埋め込んだ演算の紹介でした。